よいしょ、はやたつだるまチャンネルです。今日は居酒屋で働いてる人に見てもらいたいんですけど、これだけは絶対やらない方がいいぞっていう3つのことを話していこうと思いますので、ぜひ見てってください。ちょっと今日から撮影場所を変えて、めちゃめちゃ顔に似合わずおしゃれな場所で撮ってるんですけど、これちょっと恥ずかしいですね。なんか撮ってる方も緊張しますね。私は飲食店開業したいと思いながらも、大学卒業後に商社に勤めて、その時はもう本当に1年間のうち100日ぐらいは外に飲みに来たんですけど、その時私は心の奥で居酒屋開業したいと思ってたので、こういう接客いいなとか、こういう接客は自分がオープンしたらしたくないなっていうのが明確にあったんですよ。接客って言っても客単価によってやるべき接客って違うと思うんですよ。定食屋だったり1万円とか2万円する高級寿司屋だったり、私がオープンしたような3000円から4000円の客単価の居酒屋とか、それぞれ違うと思うんですけど、今日はこの3000円から4000円の居酒屋にターゲットを絞って、ここで私がやりたくないなと思う3選、絶対やんない方がいいぞっていう3選を発表したいと思います。で、1つ目はこれ誰もが経験したことあると思うんですけど、グラス交換制がめちゃめちゃ厳しいお店、経験したことありませんか皆さん。で、これ例えば飲み放題の時とかに、もう本当にあと数センチしか残ってなくて次の頼んだ時に、いや、ここグラス交換制なんで飲み終わってから頼んでくださいって言われることが結構あって、いや、これ来るまでに飲み干しますから、来るまで飲み干すんでもう一個ビールくださいよって言っても、いや、うちはグラス交換制なんで飲み干してからじゃないと注文できません。そんなことってありますか。これって言われた側本当に不快でしかないと思うんですよ。もう経験ある人は分かると思うんですけど、本当に不快なんですよ。これじゃあどうしたらいいのって思う方いるかもしれない。実際学生のアルバイトとか、じゃあどうしたらいいのって分かんない方いるかもしれないんですけど、こう私の体験談なんですけど、大抵飲み放題の時に飲み干そうとした人に逆に、いや、うちそんなグラス交換制とか厳しくないんでゆっくり飲んでください、その代わり最後はちゃんと飲み干してってくださいよみたいなことを言うと、結構飲み干して帰ってくるお客さん本当に多いんで、そんなにグラス交換制を厳しくする必要って絶対ないと思うんですよね。確かに店側の気持ちになると、バカ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 ビール頼まれて残されたらたまったもんじゃないし、もしかしたら大手の飲食チェーン店とかだとそういう風にするってマニュアルがしっかりしてるっていういい面もあるのかもしれないんですけど、あくまでもやっぱ私は接客なんで、お客さんにいかに喜んでもらえるかに焦点を置くべきだと思うんですよ。なんでそのグラス交換制、大事な決まりかもしれないけど、そこまで厳密に厳しくする必要はないんじゃないのか、むしろしない方がいいんじゃないのかなって思います。2つ目が席の2時間制、これもよく言われることあると思うんですよ。確かにほとんどの飲食店で混雑時2時間制取ってもいいですかって言われること結構あるんですけど、実際2時間経ってさあ退店のお時間ですってなった時に、周り見渡したらお客さんが全然いない時、経験ありませんか。それ言われた時に、例えばこの後今は人いないんですけど貸し切りの予約が入ってるんですいませんとか言われるんだったら分かるんですよ。でも何も説明なしに2時間経ったんで帰ってください、周り見たらガラガラ、私たちまだ飲みますって言っても、いや2時間なんでしか言わない店員さんたまに本当にいるんですよ。で、こういうの見てしまうともう本当に、いやいやいや、ちょっと待て待てって思うんですよね。さっきとちょっと被るんですけど、やっぱりルールとかマニュアルあるかもしれないです、あるかもしれないんですけど、どういう対応が店にとって一番いいのかっていうのをまず考えるべきだと思うんですよね。で、お店のこと考えたら1円でも10円でも売り上げがある方がいいと思うんで、先が詰まってないんだったらお客さんは残ってもらうべきだと思うんですよ。でも最後にこれだけは本当に見ててほしいんですけど、3つ目、少々お待ちください、めちゃめちゃ長い店員さんいますよね。これ何回すんませんすんませんって言っても、少々お待ちください少々お待ちくださいって遠くから声が聞こえてくるだけで一向に来ないお店、こういうお店にもう一回行こうと思いますか。思わないと思うんですよ。で、少々お待ちくださいって言われて、じゃあ何分後に来んの、いつ来んのっていう話だと思うんですけど、何分待たす、どれくらい待たすっていうのは、なんか具体的なものを絶対示した方がいいんですよ。これ届けたらすぐ行きますんでとか、もう3分以内に行きますんでとか、そうしないといつ来るのかわからないっていうイライラすごいと思うんですよ、お客さんからしたら。この少々お待ちください一つでも全然印象って違うと思うんで、もし今居酒屋のアルバイトとかしてる大学生とかがもし見ててくれるんだったら、これ一回試してほしいんですよ。これ試すだけでお客さんの反応全然違うと思うんで、この3つ無意識にやってる居酒屋さん意外と多いと思うんですよ。特に最後の少々お待ちくださいなんて言ったことない人っていないんじゃないかなっていうぐらい結構使われてる言葉だと思うんですよね。なんでぜひこの動画見てくれた人には一度この3つちょっと言わないように注意してやってみてくれませんか。
それとその他にもこれやられた時本当に嫌だったっていうのもしお持ちだったら、私それすごい参考にしたいのでぜひコメント欄にください。で、私は普段飲食店を開業するため、居酒屋をオープンするための道筋っていうのをこの YouTube チャンネルに日々アップしてます。ぜひ少しでも今日の動画良かったなって思ってくれたら、いいね、コメント、チャンネル登録、そしてもう一本他の動画も見ててください。ありがとうございます。